ヒラノシオウジングジユータナイトプールで元福通所シンガポール旅行写真にファン大興奮興奮。インスタグラムの新たな魅力、ヒラノシオとジングジユータ、シンガポールでのロマンチックなナイトプールデート写真にファンが熱狂。ソーシャルメディアが今日の有名人にとって非常に重要なプラットフォームであることは広く知られています。 その中でもインスタグラムは、セレブリティたちがファンとコミュニケーションを取るための魅力的な手段の一つとなっています。最近、元キングプリンスへのメンバーである平野オと神宮寺雄太の間で、シンガポールでのロマンチックなナイトプールゲート写真がインスタグラムで話題となり、ファンを大興奮させています。 平野の仕と神宮寺ゆ太は、滝沢秀明による芸能事務所と部に移籍し、新たなグループ、ナンバー I を結成したことで、注目を浴びています。この新たなグループのデビューに向け、ファンは彼らの活動に熱心な期待を寄せています。この期待を一層高めるのは、彼らがシンガポールで過ごしたと思われる素晴らしい旅行写真です。インスタグラムの魅力。 インスタグラムは写真とビジュアルコンテンツの共有に特化したソーシャルメディアプラットフォームであり、有名人やセレブリティたちにとってファンとの接触を強化する重要な手段となっています。インスタグラムを通じてファンは彼らのお気に入りのアーティストや俳優が日常生活や特別な瞬間を共有する姿を垣間見ることができます。 ヒラノシオとジングージ・ユタもインスタグラムを活用してファンとコミュニケーションをとり、自身の旅行写真を通じて魅力を伝えています。シンガポールのナイトプールデート写真。ヒラノシオが自身のインスタグラムを更新し、シンガポールでの旅行写真を公開したのは11月7日のことです。彼は事前にシンガポール旅行について予告しており、ファンの期待を高めていました。 その後、彼はシンガポールのナイトプールでの素晴らしい写真を投稿し、それには様々なタグが付けられていました。写真にはマリーナ・ベイサンズの屋上で夜景を眺める二人のバックショットやマリーナ・ベイサンズを背景にしたツーショット、平ヤが二重にサングラスを装着する姿、そして二人が水槽を前に見つめ合うシーンが収められています。 これらの写真は、まさにデートさながらのプライベートな瞬間を捉えており、ファンから大きな反響を呼び起こしています。ファンの反応。ファンは平野仕様と神宮寺ゆうタのナイトプールゲート写真に対して非常に興奮し、様々な感情を表現しています。コメント欄には、最高すぎ、たまらん、ドキッとした、ひーってなりました、二人でナイトプールなんてえもいいよ、など、 彼らのロマンチックな瞬間について熱狂的な感想が寄せられています。ファンは、平野潮と神宮寺雄太がシンガポールで楽しい時間を過ごし、その瞬間を共有してくれたことに感謝しているようです。インスタグラムは、有名人やセレブリティたちにとって、ファンとのコミュニケーションを強化し、ファンとのつながりを深めるための強力なツールとなっています。 平野紫耀と神宮寺勇太のシンガポールでのナイトプールデート写真はファンにとって非常に魅力的でファンの期待を一層高めています。このような写真を通じて有名人たちはファンとのつながりを強化し彼らの日常生活や特別な瞬間を共有することができます。インスタグラムはファンと有名人との新しい形式のコミュニケーションを提供し 今後も注目を集めるでしょう。